社宅とは、従業員の福利構成の一環として、会社が用意した住宅のことである。用途地域における、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域などの社有地に設置したり、賃貸マンションやアパートを借り上げて借り上げ社宅とする場合もある。 地方自治体や国家機関の職員に対するものは会社ではないので公務員住宅、官社などと呼ぶが公営企業では寮と称する場合もある。米国企業では福利厚生に社宅制度を設けることはあまり一般的ではない。従業員がどこに居住するかは個人のプライバシーに関わる問題であり会社が介入すべきではないとの理由がある。社宅が 住宅団地を形成する、社宅街という観念があり、社宅研究会編長、社宅街、企業が育んだ住宅地によると、企業が所有する、福利施設により構成された地域と定義している。なお、欧米における社宅の分類と、社宅街の定義で、日本語では定義されていない、社宅街に対応すること策として、以下に示すような分類がある。 以下に示すようなジョン・エス・ガーラによる分類があり、市原でが、リビングボー子アメリ緑郊外住宅の夢の中で、解説を加えている。ミルビレッジ工場とそれに隣接する、多くても数十個の住宅からなる、共産主義的工場村モデル村など、ロバート・オーエンや、シャルル・フーリエの社会主義思想の影響に建設された、コミュニティ・カンパニータウン単独の会社によって、開発され、運営。 所有もその会社の運営による町で、ランドスケープ、公共施設、工場、住宅そして維持管理の方法が総合的にデザインされている。コーポレートタウン複数の企業によって形成された町。それぞれの企業は独立しており、例体的な規則は緩やかである。建築大辞典では、社宅は給与住宅の一種として民間企業が自社の従業外に優勝。 または無償で対応する住宅、住宅の形式、または構造は問わないと定義している。工事園では、前景の記述をより一般化した社員を住まわせるための会社所有の住宅とする。現在の一般的な認識では、会社が従業員の福利構成の一環として用意した住居のことで、企業が建設した独立住宅や集合住宅の他に、 賃貸アパートや賃貸マンションを借り上げて対応するものも含んでいる。建築大辞典では、社宅に対して日本語の意味をそのまま翻訳した、カンパニー、エスハウスフォーエンプロイーズの訳語を与えているが、ジーニアスエワ辞典などでは、カンパニーハウスやカンパニーハウジングとしており、従業員には限らない、社員全般の住宅を示している。一時期英米の文献で使用された、ワーカー、 S, S ハウス、ハウジングの表記も一般的なようであるが、ワーカーズハウスは海外では労働組合本部などの意味で用いられていることが多々ある。現在では企業が提供する住居はべて社宅あるいは独身者を対象とした量と称されるが、明治、大正期には業種や職種により機能や故障が大きく異なっていた。明治期に工場の構内に立つ お雇い外国人技術者の住まう感謝は、社宅の講師と位置づけることができ、秋田県阿仁鉱山の外国人感謝は、現在、重要文化財に指定されているが、近世に成立した武家屋敷や裏長屋に、社宅の層を求める者も,もいる。土屋吉岳は、実著で、八幡製鉄所の幹部役宅街、後見社宅を、近代における武家地の高級な弊社であり、 一方で、職工の住宅を、近世の民衆が住む、裏長屋を継承したとし、近世以来の身分制度の繁栄と見ている。近代化は明治維新後の植産省令の下、大きく発展を遂げる。中でも、官営工場では、近代産業技術導入のため外国人を招聘し、管理運営に当たった。高級官僚へは、近世以来の武家屋敷を受け継いだ感謝、外国人技術者へは、 様式の感謝が提供された。これらが感謝工場を払い下げ後に役員の前身である。明治後半以降は和洋折衷の役宅が多く建設される。これは近世以来採掘が行われていた官営鉱山でも同様である。工業、工業を問わず、プラントを管理、運転する職工あるいは工員などと呼ばれる技術職が存在し、最大者は職工社宅に 独身者は合宿所に入居した。職員、職工の他に、繊維業では、独身の女子校員が、工業では主に校内作業に従事する工夫が大量に雇用された。前者には、女校寄宿舎が当てがわれ、後者には、納屋制度という受け置い労働制度のもと、企業が提供する、工夫納屋と呼ばれる、共同宿舎が与えられた。女校愛士や、 高島炭鉱の惨状に記述される劣悪な労働環境から徐行寄宿舎と甲府名屋までをも劣悪と見る向きがあるが必ずしもそうであるとは言い切れなく事実明治中期以降頻繁に起こった労働葬儀の要求事項に労働条件の改善賃上げ要求はあるが社宅をはじめとする福利施設の改善充足の要求はほとんど見ることができないのである むしろ、企業側が助行あるいは、交付の安定的な確保のために、自主的に住居の改善、福利施設の充足に取り組んだ。もちろん、納屋制度など受け負いによる雇用の制度疲労から来る直轄雇用制度への移行が背景にあった。明治44年制定の工業問料規則第67条には、交付住宅に関する詳細な制限が規定された。 ここに至りそれまであわせんと存在していた職員社宅と交付社宅との区別がほぼなくなった。企業による社宅の改善は昭和13年から始まる重要軍需品の増産指令、国家総動員法の制定やあるいは交付王将など一連の戦時体制の政策により歪められるまで継続して行われていた。 日本の経営アメリカの経営日本経済新聞社2000年4ページこの研究は平成22年度日本都市計画学会石川奨励賞を受賞 http://www.pu-kumamoto.ac.jp/.m 辻社宅街 html ありがとうございます